で処理されたものでなければなりません。こちらの焼肉店では海外や日本の団体がハラルと認証した食材を使っています。そして食器や調理器具も豚やアルコールに触れたものを使ってはいけません。こちらの日本料理店では調理器具を使い分けてイスラム教徒に配慮をしています。というように、はい、まあ、イスラム教徒向けの食事には特に細かな配慮が必要なんですけれども、はい、あの神田外語大学ではこんな取り組みも始めているんです。こちら石井さんならお分かりになるんじゃないですか。これ、はい、そうですね、うん、お祈りする場所ですね。そうなんですよね、絨毯が、ね、この上にお祈りするときにここに座ってあのお祈りするんですね。そうですね、祈祷室ってあります、はい、あの食堂の2階にイスラム教の礼拝スペースを設けたんですね。でこれまでは食事や礼拝のために自宅に帰る学生さんもいたために、まあ、配慮を充実させたとしているんです。で神田外語大学によりますと、日本はイスラム圏でも留学先として人気が高いそうなんですけれども、礼拝や食事の面で二の足を踏む人も多いということなんです。実はイスラム教徒に配慮する大学増えていまして、はい、この他にも早稲田大学、東京工業大学、埼玉大学などでもハラルのメニューを始めているということなんです。で、こういった動きを、ね、はい、どう見ているのか留学生の事情に詳しい一橋大学教授太田博さんに聞きました。で世界の大学が優秀な留学生の獲得にしのぎを削る中、経済成長著しい東南アジアは最も有望な留学生市場、そこに暮らすイスラム教徒が留学しやすい環境を整えられなければ日本に人材が集まらなくなるとしているんです、うん、ということで、イスラムというと本当に、ね、あの中東をすごくイメージするんですけども、うん、でも世界で一番イスラム教徒の人口を抱えているのってアジアのインドネシアなんですよね。2億人いるわけですから、はい、うん、でその学生、インドネシアの学生っていうのはすごくやっぱり、留学してきてますし、働きに来てますよね、うん、で実際本当に地理道でもあるんですけども、はい、東京オリンピックまでハラルはどこまで広がるかっていうことがあります。やっぱりこう国際社会になるには、やっぱりそれだけの食生活だとかそういった習慣をでも整えていかなきゃいけないですよね。そうです、うん、本当にそこのところはやっぱり、社会だけでやるんではなくて学生その前の段階の本当に学校とか教育分野とかその段階からやっていかないとなかなか難しいのかなっていう思いがありますね。まさにあのここにもありますね、おもてなしの国へ第一歩かなということで、はい、から徐々に徐々にそういってあの認知をしていくっていう社会でもそういうことを理解していく必要が、はい、本当にだから例えば来る方っていうのは必ずしもね、そのハラルだけを食べるんじゃないのかもしれませんけれども、はい、そういったのもきちんと用意してるんだよっていうのはあるかないのか全然違いますからね、はい、石井さんの気になるでした。続いて気象情報、斉田さんですけれども、斉田さんはアジアのどの国が